はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はハーツオブアイアンを現代元中国軍プレイ続けていきたいと思います。前回はですね、アメリカ軍に組みしていた中華民国台湾をようやく降伏併合することができました。今回からはですね、アジアで今のところ唯一アメリカ軍の味方をしているフィリピン、これのね、攻略を行っていきたいと思っています。さらにイタリアがですね、ヨーロッパ方面でオーストリアと開戦しています。で、ヨーロッパではもう一つの戦線が形成されているというこの状況、もしイタリアがオーストリアに敗れるということになると、ヨーロッパがほぼほぼアメリカ側についてしまう可能性が出てくるので、絶対にそうはさせたくない、という状況からですね、ヨーロッパに派兵していきます。なので今回からフィリピンの攻略戦、そしてイタリアの支援戦、この2つをやっていきたいと思います。では早速軍をですね、シチリア島にまず送り込んでいきましょう。ここから上陸を行っていきます。サクッとはいけないね。どっか一度港に入れて、そこから移動という形になりそうですね。では時間を進めていきます。台湾のね、防衛もそれをそれでしっかりやっていきましょう。これでフィリピンとイタリア両方を併合することができれば、一気に中国の覇権が見えてくると、まあ、そういう状況ですね。トルコはギリシャ相手だったら十分に、勝利してくれるかなとは思いますので、このまま行きます。軍を15師団ですね、送り込む形ですね。フィリピンの方にはフィリピンの方で攻略を進めていかなければいけないので、まあフィリピンの軍事力がどれほどのものかというのはもちろん確認をしなきゃいけないので、そこから探っていきましょう。フィリピンですが、これを見ると22から42個の師団、うん、戦ってる状況を見たいな。そうすればね、おおむねどれくらいの戦力が必要になってくるのかというのがね、見て取れますからね。ではマニラにいきなり上陸をかけてみますが、一度、まあ、それでね、どういう状況になるかというのを、少し確認していきましょう。ではこれで時間を進めていきます。ではマニラ、フィリピンへの強襲上陸始まっています。まあ、うまくいかないようであればすぐに軍を引き上げましょう。できればね、一発で綺麗に決まってくれれば一番いいんですけどね。イタリアの方にも今のところ移動中です。でギリシャが参戦、まあこれは遅かったぐらいかな。まあこのままどんどんね、戦争が世界へと広がっていく。ベトナムを陣営にまずは引き入れましょう。陣営、つまり味方を増やすというのは必要ですからね。これでベトナムも味方になってもらう。フィリピンの方はきついかな。上陸できるかどうか。まあ、上陸できなかったらすぐに引き上げですね。まあ、だいぶ強化はしてますからね。陸軍の方も。アメリカ軍に海軍戦力で大敗を喫した後は、空軍を強化して、空軍でアメリカの海軍を叩き、その次海軍を強化して、そして今陸軍の強化を進めていたという中でね、その成果が確実に出てきている状況なので、今回もフィリピンに上陸、まずはできましたね。
そしたらマニラ一帯のですね、制圧を進めちゃいましょう。確実性を持って進めていく。で、イタリアの方も覗いておきましょうか。ドクトリンはこのまま進めていきましょう。航空支援作戦の効率が上がっている状態で航空優勢の 10%、 これを獲得していきます。イタリアの方に目を移す。まだ移動中だな。ちょうどアフリカ半島、いやインドだね。インドを回ってますね。インドは未踏の地ですね。仕事ではね、インドに拠点があるので、まあ、電話会議とか、まあ、メール含めた、やりとりは結構あるんですけど、インド自体は完全に未踏の地ですね。まあ、正直、インド人と中国人、どっちの方が勤勉かというと、間違いなく、中国人ですね。インド人の適当さ加減は半端じゃなかった。軍の展開が少し遅いかな。海戦も起きてるね。これはどこだ？フィリピン軍。フィリピン軍、フィリピン海軍って言った方がいいのかな。こことの海戦も起きてますね。まあ、ただ、アメリカ軍なきあと、我々の力に抵抗する力はないでしょう。フィリピンに。少しうまくいっていないところがあるので、一度戦線を引き直しましょう。マニラを陥落させたいよね、まずは。まさかとは思うけど、ここで負けるわけにはいかないですからね。ちょっと心配なのが、ここに飛行場がないので、港が取れてないので、港を全力で取りに行った方がいいね。先にね。そうしないと補給が切れてしまって、敗退する可能性があるので、先に港を取りましょう。港へさえ取れれば、蹂躙できると思う。では、時間を進めていきます。はい。では、ちょっとマニラにいきなり強襲上陸したら失敗してしまったので、ここは北部に上陸して北から攻めていくように作戦を少し変えます。じわじわとマニラを目指していきましょう。何事も焦らず、じっくり、詰め将棋でいきましょう。で、イタリアの方に向かってるね、ところはインドからその先、進んでいます。このまま、イタリアを目指してもらいましょう。問題が、ここだよね。一応ね、サクッと上陸はしたものの、敵の、迎撃が来ると思うので、早めに、占領する場所を、広げておきたいかなとは思います。今のままだとね、補給が、さっきのように切れてる状態ではないものの十分ではないので、ここはね、早めにケアをしておきましょう。いや、これが中国軍の強さよ。3桁に到達して、1桁のフィリピン軍を蹂躙する。これはまさに、アメリカにやられていた、あの悪夢ですね。今やそれを、逆に中国軍がしているっていうこの状況ですからね。海南島の守備隊ももうこんなに数割く必要はなさそうだな。アメリカ軍の脅威というものはだいぶ減ってますからね。このまま順調に行きましょう。で、
イタリアに到着したらオーストリアを潰しにかかります。首都ウィーンまで進撃しましょう。ヨーロッパで戦うのは初めてなので、ヨーロッパの軍がどれほどの強さがあるのかっていうのは、まあ今のところ未知なんですけど、ここで見えますね。言うほどではないかなと思いますけどね。現状これを見ると、まあでも強いな、イタリア軍に比べるとはるかにオーストリア軍の方が充実している感じがしますね、戦力が。さあフィリピンの方はじわじわとマニラに向けて進軍中。このまま進みましょう。海南島に16師団入れてますけど、これもこんなに数は必要なさそうなので、この後微調整して海南島の守備隊を前線に送り込んでいくというのも考えたいと思います。では並行して外交も進めておきます。ここまで順調に来れているのは一つ、外交がね、うまくいっているというのもありますからね。ここで手を緩めず、特にロシア、インド、このあたりの超大国、さらにイラン、まあアメリカとね、もともと仲の良くないところと、しっかり握っておきましょう。そしてやっぱりね、ヨーロッパね。ヨーロッパの国々がアメリカにつくのか、それとも中国につくのか。これでだいぶ変わりますからね、情勢が。ここは抜かりなく行っておきましょう。ではフィリピンの方なんですけど、思わしくなくはないんですが、進撃スピードが少し遅いので、海南島の守備隊の一つ、これを半分に割ってですね、8師団をマニラに上陸させます。今だったら、フィリピン軍の大半が北部に集中しているので、あっさりマニラに上陸できるんじゃないかなと思っています。これでマニラに上陸ができたら、まあ北と南から台湾の時と同じような形で、敵の軍をね、挟み撃ちにしていければいいかなという作戦ですね。さらにうまくすれば補給も立てるか。これで一気に戦線を動かしましょう。マニラに上陸完了。敵が分散したらこっちのもんですね。進めていきます。ではイタリアの方を少し覗いておきましょう。あ、上陸したね。これで一気に戦線をウィーン方面まで持っていきましょう。中国軍がいきなりやってきたから、オーストリア軍も慌てるんじゃないかな。ではこっちに戻ります。完全にフィリピン軍の補給が立たれた状態ですね。ちょっと見づらいと思うんですけど、フィリピン軍にドクロマークがついてると思います。まあ中国軍にもついてますけどね。これって補給が、行ってない、足りてない、まあそういう状態です。なのでこのままね、フィリピン飢え死にさせていきましょう。これで戦線もね、だいぶ変わるんじゃないかなというふうに期待をしています。で装備品はね、 C&C が結構足りてないので、まあ全体的に言えることなんですが、各国から装備を買い漁りましょう。順調、その一言だな。これでフィリピンの方もほぼ目処がつきそうですね。で、あとはセブ島、
ダバン、この辺りに首都がもう移ってますので、フィリピンももう虫の息と。イラクがセントルシア協約に加盟。セントルシア協約というのはフランスが作ってた陣営だったと思いますね。確認しておきましょう。そうだね、フランスのセントルシア協約、ここにイラクが加盟してます。フランスも地味にそういう意味では拡大してるんだね。で、イタリア、オーストリアの戦線ですが、まあ一進一退という状況ですかね。これに我々中国軍が参戦したことで、うまくね、プラスの方に働いてくれればいいなというふうには思います。フィリピンは本当行ってみたいよな、一度ね。フィリピンにもね、僕の大好きなゴーゴーバーがあるようなんですけど、フィリピン未踏の地なので、なんとかフィリピンに30代のうちに一度行ってみたいかな。フィリピンのね、ゴーゴーバーは、まあ、タイはもう完全にね、高騰しきった感じがしますけど、どうなんでしょうね、値段的には。まあ、タイよりは絶対安いと思うんですけど、治安がその分ね、どうなのかなっていう、まあそういう心配な面もありますけど。これで完全に今フィリピン軍主力隊が南と北から中国軍に包囲されている状況だな。ここにフィリピン軍の主力がいると思えば、もうほぼ決着がつきそうですね。フィリピンの戦いが。今一度確認しておきます。我々の陣営で言うと、まあ、戦力的に期待できるのがアフガニスタンって89師団か、結構あるね。で、さらに、イタリアが20、トルコが56、マレーシアが26、ベトナムが40、まあ、もちろん師団編成の中身はね、話は別だと思いますが。これでだいぶ、我々の方に、人々の心がね、まあ、勝ち馬に乗るというわけじゃないですけど、わざわざ負けてる方に味方しようっていう人も、まあ、世の中そんなにいるものじゃないですからね。完全にこちらの状況有利を見て各国がこちらになびいてくれると、まあ、戦いとしてはね、サクッと終わっていいかなとは思うんですけどね。まあ、ドイツ、スペイン、ポーランド、イギリス、このあたりのヨーロッパがどっちにつくかですね。フランスはもう独自の、陣営を立ち上げている状態なので、あまり期待はできないですが、いいね。ウィーンの方にじわじわと、イタリアの領土が広がっている。で、フィリピンの方も、ほぼ集結しそうで、そういう勢いですね。壊滅させましょう。ここまで来たら。そしたら最後に、ここにいるフィリピン軍の主力を壊滅させにかかりましょう。まあ、首都を取られたらもう戦意喪失しますよね。では一挙に壊滅させる。恐怖でしかないよな、この包囲殲滅戦。まあ文字通りフィリピン軍完全に壊滅させにかかっているこの包囲殲滅戦ですけど、中国の派遣来たなぁ。これ完全に来ましたね。
フィリピン軍の主力がこれで完全に壊滅。さあ、そしたらあとはフィリピンの全土をね、平らげていきましょう。まあ、あんまりね、細かいことはもう面倒なので、占領の指示で終わらせます。で、新しい海南島の守備隊に関してはね、余剰戦力として、一度、フィリピンの方に残したまま次の戦いに備えます。もうフィリピンを放っておいても戦いが終わると思うので、イタリアの方に目を向けます。もうイタリアの方ももう決まりだな。順調そのもの。ウィーンまで一気にね、侵略をこのまま続けていきましょう。はい。ではね、イタリアの方に戻ってきました。イタリアにはですね、アメリカ軍が一応残ってましたね。このアメリカ軍はさすがに強い。こうやってみると。まあ、ただ、そのアメリカ軍と我々中国軍、かつては全く勝ち目がないほどの戦力差だったんですが、まあ確かに今も負けている状態。単体では厳しいですが、それでもここまでね、やってきましたね。我々も。これだったら、アメリカ本土決戦も夢じゃないという程度にまで、力をつけてきているという状況です。これが中国軍。チリからの不可侵条約結びましょう。ウィーン陥落は時間の問題ですね。一気にウィーンまで進行しましょう。この後の世界戦略を見ておくと、まあ、イタリア取ったらですね、アメリカ軍に組みしている主要国としては、もうギリシャのみになるので、アメリカとどう戦っていくかっていうのをね、ちょっと考えておきたいなと思います。もう少し味方は増やしたいので、それこそドイツ、ポーランド、イギリス、スペイン、さらに、インド。このあたりはね、なんとしても陣営に呼びたいです。一緒にアメリカ軍を叩くんだっていうね、同じ陣営に入ってもらいたい。フィリピンの方はご覧のようにもうほぼ半分以上ですね、制圧進んでます。では時間を進めていきましょう。はい、これでオーストリアが降伏した状態ですね。もうここまで順調に中国がアメリカから覇権を奪う、その簒奪が進んでます。まあもう事実上アメリカ軍を超えたと言ってもいいかもしれませんね。このまま、順調に進めていきたいと思いますが、今回はね、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。